今年3月、ここ尼崎で赤い勝負服が水面をバラ一色に染めた女子王座からすでに9ヶ月。来年の下関へ向け女子リーグ戦は最終戦です。尼崎クイーンロード2009、初日を迎えました。第1レース予選競争の6選手が水面に登場しています。1号艇は太田雅美、2号艇は木村佐伯、3号艇は市村咲、4号艇は野田翔子、5号艇は武井奈美、6号艇は小林康奈、以上6選手の対戦です。尼崎初登場の2人、3号艇の市村、5号艇の武井が外に出ます。内から1、2、4、6、3号と並んでいきます。オープニング第1レース予選競争、インコースに構えていきます。1号艇の太田雅美、人気の中心。オープニングからバシッと決めたい1号艇の太田、そして2コースには2号艇の木村佐伯です。センター3コースには4号艇の野田翔子、さらには6号艇の小林、そして3号艇の市村が続きます。ボートを下げて6号艇の小林康奈が4コースの角1、水銀祭を狙います。そして5コースには3号艇の市村咲、最後と6コースは5号艇の武井奈美です。スローが3艇、ダッシュも3艇と分かれたオープニング第1レース予選競争、進入はインコースから1番、2番、4番、6番、3番、5番の体型です。スタートしました。コーススタートは1コース3コース、1号艇4号艇です。1周第3マーク、インから先行ポジション、速攻体制は1号艇の太田雅美、その内を差し込んでこようと4号艇の野田翔子、外からは3号艇の市村咲です。後方は2号艇、6号艇、5号艇旋回でバックセッチ入ってインから押し切ったか。1号艇の太田、内からへさきを入れてきた4号艇の野田翔子、4号艇、1号艇並んだ。そして3番との水も2号艇、3号艇接戦でスタートは正常です。コーナー先取りは外から1号艇の太田雅美、くるっと旋回4号艇の野田翔子、そして3番手には外から分回した2号艇の木村、内からは3号艇の市村、ホームセッチへ帰って先陣がの際は4号艇1号艇接戦で、そして3番手の線も3号艇2号艇接戦で、レースは2周1マークです。先に回っていく4号艇の野田翔子、その内を狙ってこようと1号艇の太田雅美も、先頭はここで4号艇の野田翔子、そして2番手には1号艇の太田雅美、3番手には2号艇3号艇、まだ決着がつかない。内を通って2号艇の木村、外からは3号艇の市村、後方は5号艇6号艇が追走です。2周2マークのターンに入ります。先頭は4号艇の野田翔子、2番手には1号艇の太田雅美、内を狙ってくるが踏ん張っている4号艇の野田翔子、2番手には1号艇の太田、そして3番手には外から2号艇の木村佐伯が一定進リード、上位体系は4番、1番、2番です。4番手以降は3号艇の市村、そして5号艇の武井、最後方は6号艇の小林となっています。最終周回の1マーク、トップ旋回は4号艇の野田翔子、そして2番手には1号艇の太田雅美、3番手には2号艇、ちょっと手が浮いたが2号艇の木村踏ん張ります。上位体系は4番、1番、2番です。4番手以降は3号艇、5号艇、6号艇が追走です。最終マークの旋回で先頭は4号艇の野田翔子、クイーンロード2009オープニングを制します。4号艇の野田翔子、そして2番手には1号艇の太田雅美、3番手には2号艇が追走で木村佐伯、上位体系は4番、1番、2番で間もなくゴール。先頭4番の野田五輪、2着1番の太田五輪、3着2番の木村五輪、3番の市村五輪、5番の武井、ラスト6番の小林ゴールインです。以上第1レースでした。第1レースの着順確定をお知らせいたします。1着4番、2着1番、3着2番、以上でございます。